京王夫人「太宰治」「奥様は元からお客に何かと世話を焼きごちそうするのが好きな方でしたがいいえでも奥様の場合お客を好きというよりはお客に怯えているとでも言いたいくらいで玄関のベルが鳴りまず私が取り次ぎに出ましてそれから お客のお名前を告げに奥様のお部屋へ参りますと奥様はもう既にわしの羽音を聞いて飛び立つ一瞬前の小鳥のような感じの異様に緊張の顔つきをしていらして遅れ毛をかき上げ襟元を直し腰を浮かせて私の話を半分も聞かぬうちに立って廊下に出て小走りに走って玄関に行きたちまち 泣くような笑うような笛の音に似た不思議な声を上げてお客を迎えそれからはもう錯乱した人みたいに目つきを変えて客間と勝手の間を走り狂いお鍋をひっくり返したりお皿を割ったり「すみませんねすみませんね」んねと女中の私にお詫びを言いそうしてお客のお帰りになった後は呆然として。 客間に一人でぐったり横座りに座ったまま後片付けも何もなさらずたまには涙ぐんでいることさえありましたここのご主人は本郷の大学の先生をしていらして生まれたお家もお金持ちなんだそうでその上奥様のお里も福島県の豪農とやらでお子さんのない,せいもございましょうが ご夫婦ともまるで子供みたいな苦労を知らずののんびりしたところがありました。私がこの家へお手伝いに上がったのはまだ戦争最中の4年前でそれから半年ほど経ってご主人は第二国民兵の弱そうなお体でしたのに突然召集されて運が悪くすぐ南洋の島へ連れて行かれてしまった様子でほどなく戦争が終わっても 消息不明でその時の部隊長から奥様へあるいは諦めていただかなければならぬかもしれぬという意味の簡単なはがきが参りましてそれから奥様のお客の接待もいよいよ物苦しくお気の毒で見ておれないくらいになりました。 あの笹島先生がこの家へ現れるまではそれでも奥様の交際はご主人のご親戚とか奥様の身内とかいうお方たちに限られご主人が南洋の島においでになった後でも生活の方は奥様のお里から十分の仕送りもあって割に気楽で物静かないわばお上品な暮らしでございましたのに。 あの笹島先生などが見えるようになってからめちゃくちゃになりましたこの土地は東京の郊外には違いありませんがでも都心から割に近くて幸い戦災からも逃れることができましたので都心で焼け出された人たちはそれこそ洪水のようにこの辺りに入り込み商店街を歩いても行き合う人の顔ぶれがすっかり全部変わってしまった感じでした 昨年の暮れでししたかしら奥様が10年ぶりとかでご主人のお友達の笹島先生にマーケットでお会いしたとかでうちへご案内していらしたのが運の月でした笹島先生はここのご主人と同様の40歳前後のお方でやはりここのご主人の勤めていらした本郷の大学の先生をしていらっしゃるのだそうででもここのご主人は文学士なのに 笹島先生は医学士で何でも中学校時代に同級生だったとかそれからここのご主人が今のこの家をお作りになる前に奥様と駒込のアパートにちょっとの間住んでいらしてその折笹島先生は独身で同じアパートに住んでいたのでそれでほんのわずかの間ながら親交があってご主人がこちらへお移りになってからは やはりご研究の畑が違うせいもございますのかお互いお家を訪問し合うこともなくそれっきりのお付き合いになってしまってそれ以来十何年とか経って偶然この町のマーケットでここの奥様を見つけて声をかけたのだそうです呼びかけられてここの奥様もまたただ挨拶だけにして別れたらよいのに本当によせばよいのに 例の持ち前の艦体壁を出して「うちはすぐそこですからまあどうぞいいじゃありませんか」など引き止めたくもないのにお客を恐れて帰って逆上して必死で引き止めた様子で笹島先生は二重回しに買い物かごという変な格好でこのうちへやって来られて「いや大変結構な住まいじゃないか」。 繊細を免れたとは悪運強しだ。同居人がいないのかね。それはどうも。贅沢すぎるね。いや、最も,も女ばかりの家庭で、しかもこんなにきちんとお掃除の行き届いている。家にはかえって同居を頼みにくいものだ。同居させてもらっても窮屈だろうからね。しかし、奥さんがこんなに近くに住んでいるとは思わなかった。 「おうちが M 町とは聞いていたけどしかし人間って間が抜けているものですね」「僕はこっちへ流れてきてもう一年近くなるのに全然ここの表札に気がつかなかった」「このうちの前をよく通るんですがね」「マーケットに買い物に行くときは必ずここの道を通るんですよ」「いや僕も今度の戦争ではひどい目に遭いましてね」「結婚してすぐ召集されて」 やっと帰ってみるとうちはきれいに焼かれて女房は留守中に生まれた男の子と一緒に千葉県の女房の実家に避難していて東京に呼び戻したくても住む家がないという現状ですからねやむを得ず僕一人そこの雑貨店の奥の三畳間を借りて自炊生活ですよ。 今夜一つ、鳥鍋でも作って、大酒でも飲んでみようかと思って、こんな買い物かごなどぶら下げて、マーケットをうろついていたというわけなんだが、やけくそですよ、もうこうなればね。自分でも生きているんだか死んでいるんだか、わかりゃしない。客間に大あぐらをかいて、ご自分のことばかり言っていらっしゃいます。お気の毒に、と奥様はおっしゃって、 もうはや例の逆上の強王壁が始まり目つきを変えておって小走りに走ってこられて「うめちゃんすみません」と私に謝ってそれから鳥鍋の支度とお酒の準備を言いつけそれからまた身を翻して客前へ飛んでいきと思うとすぐにまたお勝って駆け戻ってきて火をおこすやらお茶道具を出すやらいかに毎度のこととは言いながら。 その興奮と緊張と慌て加減はいじらしいのを通り越して苦々しい感じさえするのでした笹島先生もまたずうずうしく「いや鶏鍋ですか失礼ながら奥さん僕は鶏鍋には必ず糸こんにゃくを入れることにしているんだがねお願いしますついでに焼き豆腐があるとなお結構ですな単にネギだけでは心細い」。 などと大声で言い奥様はそれを皆まで聞かずお買ってへ転げ込むように走ってきて「梅ちゃんすみません」と照れているような泣いているような赤ん坊みたいな表情で私に頼むのでした笹島先生は「酒をおちょこで飲むのは面倒くさい」と言いコップでぐいぐい飲んでよい「そうかねご主人もついに生死不明か」いや もうそれははのし,、ね、しょうがない奥さん不幸せなのはあなただけではないんだからね」とすごく簡単に片づけ「僕なんかは奥さん」とまたご自分のことを言いだし「住むに言えなく最愛の妻子と別居し家財道具を焼き衣類を焼き布団を焼き蚊帳を焼き何も一つもありゃしないんだ」。 僕はね、奥さんあの雑貨店の奥の三畳間を借りる前にはね大学の病院の廊下に寝泊まりしていたものですよ医者の方が患者よりもすっと惨めな生活をしているいっそ患者になりていくらいだったあ実に面白くない惨めだ奥さんあなたなんかいい方ですよええそうね 奥様は急いで相づちを打ち「そう思いますが本当に私なんか皆さんに比べて幸せすぎると思っていますの」「そうですともそうですとも今度僕の友人を連れてきますからねみんなまあこれは不幸な仲間なんですからねよろしく頼まざるをえないというようなわけなんですね」。 奥様はほほほといっそ楽しそうにお笑いになり「そりゃあもう」とおっしゃってそれからしんみり「公平でございますわ」。その日から私たちのお家はめちゃめちゃになりました。酔った上のご冗談でも何でもなく本当にそれから四に日たってまあ,あつかましくも今度はお友達を三人も連れてきて。 今日は病院の忘年会があって、今夜はこれからお宅で二次会を開きます。奥さん、大いに今から徹夜で飲みましょう。この頃はどうもね、二次会を開くのに適当なうちがなくて困りますよ。おい諸君、何遠慮のいらないうちなんだ。上がりたまえ、上がりたまえ。客間はこっちだ。街灯は着たままでいいよ。寒くてかなわない。などと。 まるでもうご自分のおうち同様に振る舞いわめきそのまたお友達の中の一人は女の人でどうやら看護婦さんらしく人前もはばからずその女とふざけあってそうしてただもうおどおどして無理に笑っていなさる奥様をまるで飯使いか何かのようにこき使い「奥さんすみませんがこのこたつに一つ火を入れてくださいなそれからまた」 この間みたいにお酒の三段を頼みます。日本酒がなかったら焼酎でもウイスキーでも構いませんからね。それから食べるものは、あ、そうそう。奥さん、今夜はね、素敵なお土産を持参しました。召し上がれ。うなぎのかば焼き。寒い時はこれに限りますからね。一串は奥さんに、一串は我々にということにしていただきましょうか。 それかからおい誰りんごを持っていたやつがあったな惜しまずに奥さんに差し上げろインドといってあれはとびっきり香り高いりんごだ私がお茶を持って客前へ行ったら誰やらのポケットから小さいりんごが一つコロコロっと転げ出て私の足元へ来て止まり私はそのりんごを蹴飛ばしてやりたく思いましたたった一つ それをお土産だなんてずうずうしくほらを吹いてまたうなぎだってあとで私が見たら薄っぺらで半分乾いているようなまるでうなぎの干物みたいな情けない代物でしたその夜は夜明け近くまで騒いで奥様も無理にお酒を飲まされしらじらと夜の明けた頃に今度はこたつを真ん中にしてみんなで雑魚寝ということになり 奥様も無理にその雑魚寝の中に参加させられ奥様はきっと一睡もできなかったでしょうが他の連中はお昼過ぎまでぐーぐー眠って目が覚めてからお茶漬けを食べもう酔いも覚めているのでしょうからさすがに少ししょげてことに私は露骨にプリプリ怒っている様子を見せたものですから私に対しては皆一様に顔を背けやがて 元気のない腐った魚のような感じの格好でぞろぞろ帰っていきました「奥様なぜあんな者たちと雑魚寝なんかをなさるんです私あんなだらしないことは嫌いですごめんなさいね私嫌と言えないの寝不足の疲れきった真っ青なお顔で 目には涙さえ浮かべてそうおっしゃるのを聞いては私もそれ以上何とも言えなくなるのでしたそのうちに狼たちの来襲がいよいよひどくなるばかりでこのうちが笹島先生の仲間の寮みたいになってしまって笹島先生の来ない時は笹島先生のお友達が来て泊まっていくしそのたんびに奥様は雑コネの相手を仰せつかって 奥様だけは一睡もできず元からお丈夫なお方ではありませんでしたからとうとうお客の見えない時はいつも寝ているようにさえなりました「奥様随分おやつれになりましたわねあんなお客の付き合いなんかおよしなさいよごめんなさいね私にはできないの」 みんな不幸せなお方ばかりなのでしょう。私のうちへ遊びに来るのがたった一つの楽しみなのでしょう。バカバカしい。奥様の財産も今ではとても心細くなってこの分ではもう半年もたてば家を売らなければならない状態らしいのにそんな心細さはみじんもお客に見せず。 またお体も確かに悪くしていらっしゃるらしいのにお客が来るとすぐ男からはね起き素早く身なりを整えて小走りに走って玄関に出てたちまち泣くような笑うような不思議な歓声を上げてお客を迎えるのでした早春の夜のことでありましたやはり一組の酔っ払い客がありどうせまた徹夜になるのでしょうから 今のうちに私たちだけ大急ぎでちょっと腹ごしらえをしておきましょうと私から奥様におすすめして私たち2人台所で立ったまま大洋食の蒸しパンを食べていました奥様はお客様にはいくらでもおいしいごちそうを差し上げるのにご自分を一人だけのお食事はいつも大洋食で間に合わせていたのですその時客間から 酔っ払い客の下品な笑い声がどっと怒り続いて「いやいやそうじゃあるまい確かに君と怪しいと俺はにらんでいるあのおばさんだって君」ととても聞くに堪えない失礼な汚いことを医学の言葉で言いましたすると若い今井先生らしい声がそれに答えて「何を言ってやがる?」 俺は愛情でここへ遊びに来ているんじゃないよ。ここはね、単なる宿屋さ。私はむっとして顔を上げました。暗い電統の下で黙ってうつむいて蒸しパンを食べていらっしゃる奥様の目に、その時はさすがに涙が光りました。私はお気の毒のあまり言葉に詰まっていましたら、奥様はうつむきながら静かに、 ちゃん、すまないけどね明日の朝はお風呂を沸かしてくださいね今井先生は朝風呂がお好きですからけれども奥様が私に悔しそうなお顔をお見せになったのはその時くらいのものであとはまた何事もなかったようにお客に派手な愛想笑いをしては客間とお勝手の間をお しり狂うのでした「お体がいよいよお夜りになっていらっしゃるのが私にはちゃんと分かっていましたが何せ奥様はお客と対する時はみじんもお疲れの様子をお見せにならないものですからお客は皆立派そうなお医者ばかりでしたのに一人として奥様のお具合の悪いのを見抜けなかったようでした」。かな 春のある朝その朝は幸い一人も泊まり客はございませんでしたので私はのんびり井戸端でお洗濯をしていますと奥様はふらふらっとお庭へはだしで降りていかれてそして山吹の花の咲いている柿のところにしゃがみかなりの血をお吐きになりました私は大声を上げて井戸端から走っていき 後ろから抱いて担ぐようにしてお部屋へ運び静かに寝かせてそれから私は泣きながら奥様に言いましただからそれだから私はお客が大嫌いだったのですこうなったらもうあのお客たちがお医者なんだから元の通りの体にして返してもらわなければ私は承知できませんダメよ そんなことをお客様たちに言ったらお客様たちは責任を感じてしょげてしまいますから。だってこんなに体が悪くなって奥様はこれからどうなさるおつもりやはり起きてお客のご接待をなさるのですか雑魚寝の最中に血なんか吐いたらいい見せ物ですわよ。奥様は、 目をつぶったまましばらく考え「里へ一度帰ります」「梅ちゃんが留守番をしていてお客様にお宿をさせてやってください」「あの方たちにはゆっくり休むおうちがないのですから」「そうしてね私の病気のことは知らせないで」「そうおっしゃって」 ししく微笑みました。「お客たちの来ないうちにと私はその日にもう荷造りを始めてそれから私もとにかく奥様の里の福島までお供して行った方がよいと考えましたので切符を2枚買い入れそれから3日目奥様もよほど元気になったしお客の見えないのお幸い逃げるように奥様をせき立て雨戸を閉め戸締まりをして玄関に出たら サ笹島先生白昼から酔っ払って看護婦らしい若い女を二人引き連れいやこれはどこかへお出かけいいんですのかまいません梅ちゃんすみません客間の雨戸を開けてどうぞ先生お上がりになってかまわないんですの 泣くような笑うような不思議な声を上げて若い女の人たちにも挨拶してまたもくるくる小まねずみのごとく接待の教本が始まりまして私がお使いに出されて奥様から慌てて財布代わりに渡された奥様の旅行用のハンドバッグをマーケットで開いてお金を出そうとした時奥様の切符が二つに引き裂かれているのを見て驚き これはもうあの玄関で笹島先生と会った途端に奥様がそっと引き裂いていたのに違いないと思ったら奥様の底知れぬ優しさに呆然となるとともに人間というものは他の動物と何かまるで違った尊いものを持っているということを生まれて初めて知らされたような気がして私も 帯の間から私の切符を取り出しそっと二つに引き裂いてそのマーケットからもっと何かごちそうを買って帰ろうとさらにマーケットの中を物色し続けたのでした。